実に20年以上も続いた長寿番組めちゃイケ。中心だったナインティナインはもちろんだが、めちゃイケのメンバーたちは今やそれぞれの方面で活躍している。昨今、めちゃイケメンバーが当時のめちゃイケを振り返り、内情を話してくれることも増えたが、オアシズの三浦康子さんは、当時ナインティナインとは打ち合わせも別だったことから、ほとんど話さなかったと語っている。特にストイックだったオカモンとは喋らないことが当たり前になっていたようだ。そんな三浦さん自身も、当時は自分が思ったことを言っただけだが、なぜか周りからはネガティブだと言われる人間だったと語っている。そんな人間が、土曜8時の明るくキラキラした場にフィットするわけがない、とも冷静に振り返っていました。